丸丸で遊ぼうのコーナー。わー来た。はい。何やん何やん。今回ご用意した遊びは、うん、ドグマ風見さん初めて公式生放送に出演した時にプレイをしたダークソウル。ないわ。何の公式だよ。ダークソウルリマスタード版でございます。懐かしい。ね、さあということで嬉しい。残り15分でこれができるのか。さあどんなゲームか説明したいと思いますので、はい、ポチッとな。ポイッと。はい、ということでダークソウルは2011年に発売されたアクション RPG。 古い王たちの土地ロードランで旅をする騎士を描いた作品です。凶暴すぎる敵や数々のトラップに心を折られながらも隠されたアイテムや攻略の糸口を見つけた時の喜びが魅力、うん、現世代機向きのリマスターで施された作品で、作品の世界を新たな雰囲気で楽しみます。これあの一番最初のニコニコの公式放送の、はい、そうですよ。ダークソウルぶっ通しが60時間12年かな、うん、それ呼んでもらってやって、うん、あれから俺いろんなお仕事をさせてもらうようになったから。いやだってあの時伝説のゲームですわ。すごいいろんなね、もう今となって皆さんもご存知のようなプレイヤーさんとかも一堂に会して、うん、そう有名な人ね。一番でもそれでもちろんあのその時ニコニコでしたから、ニコニコのチャンネルがあるのね、皆さんドグマさんのチャンネルだったりとかそういうチャンネルトークよろしくって誘導したけど、一番数増えたのドグマさんだから ね、 そうね、1万5000人ぐらい増えたよ。なんもうリロードするたんびに数が上がってたからさ、ね、あの頃輝いてたな。じゃあ夢をもう一度ということで、夢をもう一度。昔の俺に勝てるかな。体力衰えるばかり。そう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 。今日も寝ている時に足を2回つったぞ。大丈夫かな。いやでも懐かしい、嬉しい、久しぶりにやれるから。さすがにあれと同じものっていうのはご用意してなくて、まあこれもリマスタードでさらに映像はでも綺麗になっておりますので、フロムソフトウェアさんのね、さようでございます。ありがとうございます、はいはい、さあじゃあゲーム画面の方いけますかね。はい、ありがとうございます。わあ超懐かしいでしょ、これこれ。でもうわ見てみて、みんな動くよこれ。すごい、テカリがすごいよ。テカリがすごい、すごいな。いやでも確かにリアルになってるもん。わあああすごいね。いや一応ね、ちなみになんとかうちのスタッフ頑張って、うん、あの元々この60時間の時にもう見えてないな、まあいいや、あのキャラクターランダムで作ったもんね、顔とか。ああ、はあ、でなるべくそれを元になるべく近い顔にはしてくれたみたいです。あ、当時の。そうそうそう、今日のディレクターのできるなでしょ。桑野ちゃんやれるね。やめなさい本当に。なんでいいやん。クワマンって呼ぼうかなと思ってた。いや誰がマーシーだ本当に。誰がマーシーだってことはないやん。クワマンは別にマーシーとはちゃうやん。マーネはニコイチでしょ。同じグループではあったけど。そう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 、この前アベマ TV で撮ったね、マーシーさん。あ、よかったけど。面白かった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 。いや、やるよじゃあ。やる。剣短いやん。うん。折れてる。なんでな、ロング剣用意しといてくれよ。何そのぐらいちょうどいいって、ほら操作できんのだって。そもそもできるできる、これ強攻撃、うん、弱攻撃でしょ。一応困ったらあのアンチョコあるみたいだから、これがパリで盾で、うん、これが緊急回避、はいはい、ほら完璧やん。おい覚えてんだよ風見、あん時なんかさ、はっきり言うけど全然ゲームなんかやったことなかったんやで、プレステ3のゲームなんか。まあそうだよね、レトロゲームばっかだもんね。 それが今はいろんなの案件を案件って言うとやらしいな。案件って言うとやらしいな。いろんなのやっぱもらうようになってから、やるようになりましたから、多分ね、まあ、ゲームの腕上がってますよ。まあ最近はね、本当最新作のゲームなんかもやってますからね。やってますやってます、うん、レッドデッドレデンプションもやりました。ああ、レデンプション、レデンプションやりました。リデンプションか。そうそう、リデンプションね。いい、 HDD みたいなもんだから。あ、はい、HDD。 え何が、何、え怖い。いけるっしょ。いけないよ、もうこのビビリな。ちょっと本当に怖い。なんでこんなもんラスボスやないか。お前小暮閣下呼ぶんじゃねえよ、こんなとこによ。全部デーボンだわ。やばい、ちょっと53万歳。もうおいし、ちょっと何が、クワマンちゃんどうしたらいいのこれ。戦えよ。戦えよ。クワマンって俺がクワマンなの。クワマン、マン、ケツ、ちょっと剣だって折れとるがね、これ。受ける受ける。握れますって。はい、だって折れとるがね。折れたのでやるの？いやいや、奥行けばいいんじゃないの？逃げるの？無理？ケツケツ、いた！徳馬さんもう。やばい、やばい、ドゥメージが、ドゥメージがやばいやばいやばい。40歳にきつい、40歳。こっちこっちこっち。おお。アホ、あ、アホアホ、おめえたけよ。
何歳だと思っとんねんこっちは。こっちはね、これも6年も7年も仕事しとんじゃ、最近の YouTuber なめられてたまるか、おい。どうだ、こら、おい。あれ YouTuber だろ。 YouTuber だ。あれ YouTuber だ。あの番、現場で会う YouTuber、ああいう風に見えんねん。見えるか。なんていうの、オーラがすごい。オーラがでかくてね。人気がある、うわーみたいな。よろしくお願いしますと思わず言ってまう感じ。そんなドグマさんの剣は折れてます。折れてます。僕はもうダメです。もう MC として頑張っていきます。いいが、普通にプレイヤーになればいいのに。うわ、面白いな、これ。大型 YouTuber。でもさ、みんな優しいんだよね、うん、YouTube の人会うと。いや、みんな礼儀正しいよね。礼儀正しい、うん、うわ、意外と、なんかさ、うん、動画をやる人やで生放送苦手なんかなと思ったら、そんなこともないな。あのね、それで言うと、やっぱ皆さん上手、うまい、うまい、うん、なんかタレントさんと一緒にさせてもらってるみたいで、上手。そうだね、昔はでも、やっぱり、まあ昔もそうだったけど、まあ慣れてない時はね、ドグマさん以外のやっぱりニコニコの人たち、はい、痛い、すごく痛いよ。刺さって来てる、後ろ来てる、後ろ来てるか、痛い痛い痛い、もっと、あー、もっとじゃないでしょ、気持ちいい、もっとして、あー、もっと、あー、ツボにある、あー、気持ちいい、もっともっと強くして、あー、気持ちいい、気持ちいい、ダメ、たまらん、たまらん、もっとして、早くして、もっと早く、ちょっと逃げないで、逃げないでよ、もっとしてよ、もっと、もっと、なんで逃げるのよ、もっとしてよ、なんで、あんた、なん、もっと、そう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 、ちょっと下手くそね、あんた、ここちょっと、はぁ、気持ちいい、すごい、早くもっとして、もっと下半身の方に、早く上腕二頭筋と、早く、下手、あんた下手くそね、ここ、もっと、あ、そう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 じゃないよ、バカバカ。もっと強いの、ちょうだい、面白いな、この、ね、でも倒せ、倒せる、それ倒せるっしょ。すげえ減ってないけど大丈夫、大丈夫、2しか減ってないよ、だって。え、敵のダメージどうやって見んの。え、上の、今攻撃当たるとステータス出るでしょ。だってその折れたやつやもん。まあ折れてるからね。2、うん、え、武器取りすぎちゃったの、教えてくれよ。はい、戻ろう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 。あ、でもすごい、壺に入って健康になったわ。ありがとう。半分減ってるよ、もう。ええー、はい、多分ね、途中とかにあのなんか泣き殻みたいなのなかった。あったあった、これ一回、はいはいはい、うわ、俺そんなことできんわ。本当に、じゃあやめる。そんなね、死者を冒涜するようなことはできんよ。ああ、そう、まあ、ドグマさんそう言うんだったら取ってんじゃんか。さすが、あうんの呼吸。恐れ入ります。こういうのをね、分かってくれた人が多いの、ほんと困っちゃう。もう一個前に待ったよ。ある、うん、どうやって装備するのこれ。あ、ちょっと押して、押して、後で多分ステータス画面出せると思うけど、もう一個奥になんかあったけど、うわ、面白い、このゲームやっぱ面白い。これ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 光ってる、うにょうにょしてない、ほら、あ、何、お、壊れかけのレディオ。レディオは違う、誰が徳永だよ。徳永秀明じゃないの。違う違う違う、壊れの、壊れかけの何、木立て、木立て、うん、オプション画面でやんの、オプションで、はぁ、あ、はぁ、あ、どうやってやんのこれ、どうやってやんの。ちょっとお前、今はダメ、バカ、お前今はダメ、てめえバカ野郎、お前今は装備する流れやろうがよ。言ってえよ、おめえ絶対この剣でやったろうからな。もう許せんぞ、許さんぞ、お前は。忘れた、ふざけやがって。いや、おめえもうやばいぞ、おめえ絶対ここでやったろうからな。絶対無理だった。いけるよ、お、いけるいけるいける。お、じゃあおめえこの僕な、あ、スタミナがないよ、連打しちゃうと。そうか、そうそう、あ、いいよいいです。でもダッと減ってないよ、減ってないよ。昨日だ、減ってないよ、本当に。いや、もう決めた、これを倒したら今日エンディングや。お前と俺の命の取り合いや。この野郎、相手は飽き飽き、この野郎ふざけやがって。2468、ほら来た来た、おい、2468、やった、来た、バイバイゲーム2、いいよ、来た来た、4、0120、やずややずや。痛い、やべえ、危ない危ない危ない。おら、ざまみやがれ、この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 人。四十だな、四十やな、出んな出んな、パッとで、昔ならパッと出たやろうな、ね、こういうの例えがもう出えへんわ。やった、倒した、これで拍手を起こるのは奇跡だよ。山本小鉄。平成に届かねえんだよな。スキンヘッドやから。次第ごっつぁんですね。ごめん、そう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 。くそ、届かんか。今スキンヘッドで一番いいの何やったかな。誰だろうね。誰やったかな。分かんないね。ちょっと装備するじゃあ。これか。ああ、そうだね。あ、でもいい見せ所ができた、よかった。うん。
そこを押して、あ、選べる。この難度モックス装備していい。そうね、うん、難度モックス、難度モックス、縦もいけんじゃない、壊れかけのレディー、ボキャブラで懐かしい、壊れかけのガジローも装備して、ガジロー、佐藤ガジローさんが壊れかけてるっていう、そんなあったっけ、あったよ、ボキャブラで、うわ懐かしい、壊れかけのガジローってガジローさんがベロベロになってるっていう、徳間さん、今年は、今年で平成終わるの、あ、ごめん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 、昭和の話はもういいのよ、だから楽しいな、お前、お前さ、何よ、俺とラジオ番組をさ俺のチャンネルでやるって言ってさやるよ、もう3年間ないぞ、次回はいつやねん、いやいや、もうドグマさんがいいって言ってくれたらいつだってね、じゃあ今日この後すぐやろ、うん、それはちょっと俺もうそれはさちょっと、でってこの人一番最後、俺忘れもしんよ、一番最後ラジオやった時に、うん、そう、新宿のガジェツーで、でスカイプで喋ってたら、うん、一番最後なんか帰りたそうにしとんなと思った、突然、うん、ガシャ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 って音がして、うん、すいません僕はこのビルの施錠記録をつけるの苦手なんでもう帰りますすぐにって言ってブツって切られたの最後やった、ドーマさん聞いて聞いて、ここのビルね施錠記録つけなくていいの、じゃあやれるやんけ、そうやれるようになったのか、これひどかったぞあれ、施錠記録つけるの苦手なんでって守衛さんに言う声でブツって切れたそんな、すぐ帰るんです、すぐ帰るんです、そんな終わり方ある、あれショックやった あれが3年前だ、いつでもいいっすよ、やりましょうよ、いいっすよ、なんか何、はい、あ、これだった、あ、ありがとうございます、ハンドモックスを、あー、剣違うくね、クワマンちゃん、よう知っとんのそう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 、あ、なんかあらへん、ここに、ほら、お、なんかおるがね、なんかおるなおるがねそこ開くの、開かんね、開かへんな、うん、あ、そっちか、行きゃいいんだけど、うわちょっとこのマイケル・ジャクソンみたいな動きがいいなちょっとわかるちょっとわかる、え、ジャクソンっぽくない、これ、ほれどういうこと、ジャクソンが袖からセンターのバミリに行く時の動きあ、まだ安定してる時、そうそう、安定してる時の、この、ほらほらふーって言いながら曲が、曲間の感じ、まあ、始まる前の感じ尻の感じが、これ何、あそこは多分教えてくれてんねん、そう、いろんな人たちがチュートリアル的なとこだからね、ここはマイケルな、亡くなってまったな、まあなあ、あんな仲良かったもんな、嘘つけでも知ってる、あ、これ壊れそうだよね、でもダメなんだこの武器では、ダメな系、壊れないんじゃない、壊れんの、火玉、火玉、あ、火玉使、火玉じゃない、火玉使えないね、これじゃないんや、なんかギミック、うわ、え、怖っ、うん、今気づいた、お前これあれやんけ、 うちのおばあちゃんが死ぬ寸前の顔やんやめなさい、そういうこと言うの、そう、お前だよ、あかんあかんあかん、もっといい顔あるでしょう、そう、いやでもね、あれで60時間実はスタート、こういう顔で始まったんですよ、そうなんや、うん、よく調べたね、うん、これこっちは、うわ超面白いやんこれ、いやいいゲーム、ね、今からクリアまでやろうよ、明日の朝まで、60時間じゃ収まんねえな、ドクマさんに任せたら、きついぞ、なんでやったことあるじゃん、ってダクソ、まあ、クリアはしたことないから2もあるでしょ、2はある、うん、2はなんか空飛ぶ敵のとこやらしてもらって、うんうん、全然できんかったらマジですごいコメントに怒られて嫌な思い出がある、まあ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 、そういうのもねありましたけど、確かにみんなね、やっぱゲームにリスペクトがないとね、あ、何これ、はい、いきます、最初だって、え、ショートカットができたってことか、なるほど、じゃあ結局あの YouTuber 倒さなあかんやん、そうですねって言ったよ、 YouTuber 今そうだっつねって言ったよ、確かにね、 YouTuber の子も YouTuber ああいう風に見えとんねん、あらークワマンちゃんも見えとんねん、ちょっとじゃあ YouTube の番組は任せらんないねそれは そんなことないね、大丈夫よ、そんなことないよね、そんなことないよね、いやでもそれぐらいすごいモンスターが来るっていう心構えは必要、なるほど、そうです、数字の世界です、たかだかチャンネル登録3万5000のなんとかチューブとかドグなんとかなんて終わってますよいやいや、でも一番再生数稼いでるのは何が、動画で1000円自販機の当たり、いや、すまない大当たり、大当たりちゃうわ俺今嘘ついとるみたいやったよ、嘘つけみたいな感じでドーン来たよ、ドーン来たで、ちょっと嘘じゃないよ
唯一150万再生ぐらいしてる。そうそうそう、150万再生。そうよ、あれもね実はね裏話があって、はい、1000円自販機ってよく流行ったでしょ昔、うんうん、当たりが本当出るかって毎日やってたんですけど、うん、当たりが本当に出たの、うん、仕込みじゃなくて、うん、でもいまいちこれは伸びないだろうなって俺予測してたから、へー、 ありとあらゆる知り合いに同時にツイートしてもらってたの、うん、あ、そうなんだお願いだからツイートしてって言って知り合いみんなにツイートしてもらって、あ、でも知られてないとねやっぱ広がんないから、みんなキヨとかもツイートしてくれてた確か、キヨケロとか、なんかわあもうまたお前かいるね、あいつキヨいやあ怒らんといてよキヨ君、それは怒られるだろやられてしまえ、くそこの前焼肉あ怒らんかったと怒っとんのかってごちそうしてもらったから、よし、OK、あーオッケーオッケー、やっぱ武器が違うと、だから一応ね、うん、100万再生もありますから、そうですよ、ぜひ、ね、なかなかね、そうね、最近すごいね、ん、あのカジサックさんも、ああダメか言ってるし、ね、弾転がってきた、転がった先、はい、おにぎり、おむすびコロリン、あ、何、大喜利が始まったぞ、玉コロリン、あ、なんだろうな、池袋の風俗店の話玉コロリンっていうのあるから、ね、どこもさ疲れてるなお前玉コロリン、あ、いや下ネタはダメでしょ、下ネタじゃないよ、何が、玉コロリン、玉コロリンでしょ、池袋の風俗店玉コロリンだから、あー開いてる玉コロリンが開いた、あ、オープンした、回転した、回転した、オープンした、オープンした、オープンした、6時からやってるからやったよ、しかも朝の6時よ、すごいよ、早いな、早いよ、早いな、そんな時から転がすのか、朝の6時行くとね、すごいよ、こういう人ばっかおるからね否定できないんだよな、その時間帯は、すごいモンスターみたい、うん、怒られろ、本当に、まだ21時やった、うん、お、先にこれで、あ、やった、うわ、あれなんか持ってんじゃないの、でもなんか起き上がりそうじゃない、それもあるね、うわ、怖いな、ちょっとゆっくり行っていい、うん、マイケル、マイケル、マイケルで、あ、でも、うわ絶対起きるっしょ、ああ、生きてた、ご存命や、こんにちは、うん、岐阜県岐阜出身、うん、ドグマ風見、はい、本名風岡範明と言います、お、君は亡者じゃないなと、40歳です、よかった、私はもうダメだ、もうすぐ死ぬ、うわ、死ねばお正気を保てない、え、君に、え、オルテガ、これ大丈夫、聞いてくれ、お、加工に、加工に、どうする、なんでノーなのよもうそこまでのなんかお願いよ、いやだってあんま親しくないし、それは確かにな、もうちょっと距離感をね、遠くから来てほしい、いきなりグイグイ来るの嫌やん、わかるわかるわかる、だってこれでさ仲良くなって喫茶店行きましょうって言って行ったらさ、うん、可愛い声でええわ思って行ったら10分ぐらい喋ったらさ、うん、ごっついお兄さん来てさ、あらあら、英会話教材セット54巻買わされるやん、あら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 、これに連れてかれるのよ、じゃあ俺それ2回引っかかったことあるからね108万円ありがとうございます。108万ありがとうございます。じゃあしょうがない聞こうか。うん。恥ずかしい話だが願いは私の使命。うん。見ず知らずの君に話したい。私には伝わっている。うん。不死とは使命の印である。へえ。その印表し者は不死因から古い王たちの地にいたり。うん。あ、こっからもう物語が始まっていくんだねきっとね。目覚ましの鐘を鳴らして不死の使命を知れ。この人じゃちょっとあったな、よく聞いてくれた、これで希望を持って死ねるよ、ちょっとある王家の人みたいなことかな、うん、位の高いナイトみたいな、ねえ、でも結構いいもん、ね、持ってるもん ね、欲しいよねこれ全部欲しい、ね、あー、モストボーイ、モストボーイ、お、来た、ロシアの皇帝モストボーイやんけ、サッカー選手の懐かしいな、俺言ったもん、エストビンのことモストボーイやん、モストボーイだっつって、あの時は結構ウケたな、いやちゃんとちゃんと今回ありがとう、今回ご用意させていただきました、ありがとう、はい、モストボーイで、はい、モストビン、俺モストボーイって言ってたそしてそれでうんこ目で俺がフォローする、俺ねありがとうございますありがとう、決め打ちで出してくれたんや、そうそうそう、タマコロリンも調べて出して、タマコロリンは出せないあれ画像だから、あ、画像出せんの、あの昨日ぐらいに発注した、俺が発注したんやあのどこどこ風の運営コメント風にっていう、そうね、うん、はいはい、どっかのね、そう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 、こん生放送みたいな、ガホガホガホ、そう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 、うわー、モストボーイ懐かしいな、そうそう、ついにモストボーイですよ、昔はこういうの見るとパッパッと出てないんで、今も何にも出へんもん何これ、え、あ、鍵じゃん、混合二要素の鍵、なんでよ、不思議2階東の鍵だよ、よう読めたね、書いてあるまんまでしょ、もう2文字目で俺もう諦めるもん諦めるの、めんどくさ、しかも1文字で混合ってきたじゃんあら、あら、これ何、死んだ後もしかしてなっちゃうんじゃない、ウォーキングデッド、このゲーム
まあでもさっきからそんなんばっかだったからね。あれそうなの、ウォーキングデッドがどうか。じゃあ話しかけない方がいい。いやだ、話しかけちゃったらもう、まあでもどう、可能性あるよね。いや戦いたくないもん俺。確かにウォーキングデッドエピソード4か5ぐらいでもこんな展開何回もあったよ俺。うわーってくる、うわーってくる。さっきまで仲良かったやつが。いやでも大事、騎士だから。本当に多分大丈夫。そうか大丈夫やん、大丈夫。騎士は精神力が強い。そうそうそう、それはもう皆さんも絶対に襲いかかってきませんから、はい、ちょっと行ってみようか。行ってみよう。分かった、話し変えてみますね、うん、Now I must bid farewell. I was hate to harm you after death. なんで来ないんだろうなこれはな、so、ここで割ってきて割っといてね、完璧に襲ってくる流れ作ったやろ、襲ってこいやお前。いいよね、話しかけてみよう。そうだよね、そうやっぱこの精神力が、精神力肝と言われてますから。さようでございますよ。これは精神力がないとナイトにはなれない。うん、それはね、軍団の長にはなれないと言われてますから、はい、これ話しかけても絶対大丈夫。大丈夫、彼は正気を保ちます。当たり前です。話しかけます。ドンドン。言っとるやろ、同じ感じ。同じ。ええわ、これ違う。3回目ないやろボケ。もうぐわ濃いや。あお、明石家さんまさんと真顔になってる今。ハッとつな、いい加減にせえよ。どんな思いでみんな振り作っとると思う。片足上げて態度も悪いし、楽屋に挨拶もこんかったし。お前そんなもん、人気のネットタレントか知らんけどもや。そうなの、ちゃんと兄さんとやっぱ同じね、やっぱ。確かにね、僕も衣装も舐めとるわ。ビリビリの何かダメージか知らんけども来て。そんなもん、あんたの方でしょそれ。小汚い格好してこの。じゃあもうならないんじゃないのこれ。あ、もういい、ならないの、ほら、うん、はい、ならないんだ、ね、おい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 、あ、ほら、あ、あの世に送ってあげたんですよ。経験値入った、拍手。これは違う気がするけどな。そういうことじゃないの、あの世に送って弔ってあげたんじゃないの。まあまあ君の気持ちは分かった、うん、まあ、僕は多分だけど今、うん、クワマンさんなんかすごい焦ってるから、うん、多分ね違うことやったと思う。そうなの、ダメなの。まあ正直な話、ちょっとあいつのりイラッとしただけなんやけど。かわいそうだなと思いますっていう感想か。確かにそれはあなたの感想ですよね。かわいそう、はい、出たひろゆき。あいつ性格悪いな、性格悪いな、ほんと。あなたの感想ですよねって、そりゃそうやろ。そうだよ、自分の感想を言うやろ、本当。何やねんそれ。求められて答えて、そう言うやろ。そりゃそうだ、あなたの感想ですよねって。そりゃ言うやろ、自分の感想よ。徳間さん、え、既読ついた。あー、やった。これはこれはもう、これは電話しんと。もう怒るんじゃないの、あの人怖いでね、意外とプライベート。そうなんだよね、それはちょっとあるんだよね。LINE して、LINE、あ、かけた。ちょっとじゃあ進めるよ、やりながらも、うん、あ、鍵取ったんだっけ。ほら、そうだ、さっきの、そうだそうだ、今後2要素の鍵を取ったんだ、うん、うわー、行くよ。うん、広いけどやっぱ出ないね。切ろう、俺の判断で切ろう、うん、しょうがない、これは良くないパターンのやつだ。そうそうそう、うん、で、後からなんか言われるよ。あー、ね、なんでそういうのはさ、ね、そういうの失礼だと思うんですけど、失礼だと思うんですけど、うん、謝罪って何ですか。昔はな、そうそう、あんな人じゃなかったのな。いやほんとね、変わって、ああ、ひろゆき、もうごめんなさい、性格悪って言ってごめんなさい。フランスであの世に行ってください。あの世に行ってください。フランスのボケ。うわうわ、あいつなんかいつ聞くの。スキンヘッドを見るとツルピカハゲマル君思い出す。懐かしいね、コロコロコミックスでしょ、ね、野村慎吾先生。先生あれ以来、あのヒット作以来一本もヒット作出ずに、いつも中野の飲み屋で飲んどるっていう特集この前されとって。すげえ悲しかった。ちょっとあの人は今的な使われ方しやすいよね。あの人は確かに、ね、よっしゃ、うん、じゃあ決めた、あの弓打ってくるやつ、はい、野村慎吾と呼ぼう。野村慎吾ハゲマル君。あ、うまいうまいうまい、頑張れ、もう一個ヒット作出ろ。よっしゃ、オッケー。野村慎吾知らない人も多いよね、うん、こっちいいんじゃないの、行ってみる。うわ楽しいな。うわ、え、あ、ちょっとハイグレード野村慎吾がおるやん。ちょっと確かに HG だね。 HG やよ、 HG ハイグレード、ハイグレードだから。そうか、うわ、あれもう、はい、ツルピカハゲマル君が調子いい頃の。完全に怒ってますよあれ。怒ってるよそれは、うん、
さっき呼び捨てにしたもんだって。あ、やばい、辛抱って言ってもらった先生って言わないでちゃんとそうだ野村先生そうですよ、うん、確かにひろゆき悪いんだけどかけてこないでくれる超不機嫌ね、ありそう。ちょっとメール見とくわ。ちょっとごめんねって俺が言ってる、うん、あー辛抱、あ、危ない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 、辛抱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 、おーやばいぞ、辛抱辛抱モストボーイモストボーイ、あれモストボーイ、どう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 モストボーイノンノンモストボーイよ、減ってないよモストボーイ。え、カルピンの立場どうなるの、ロシアのサッカー選手カルピン、カルピンは出ないから、ね、カルピンはどうなるの、プロタソフはどうなるの、ちょっとちょっとどうしたらいいの、一回逃げる一回逃げる、危ない、はい、下ダメよこれ、来るんじゃないの、来るね、来るんだよこれ、PS 4版来るんだよ、もうエストビン、あ、これだ、ああ近く近く、あはい、飲んだのにグビグビグビ、目の前で飲むな、危ない、やってるからグビグビグビ、そうは富永おろさまさん、さいたい、はいよ、そう、おやるなおめえワクワクしてきたぞおめえ女だな女ではないと思う、おめえパンパンしたかったけど女だなよいしょ、ほら野沢雅子82だぞあのエセツイッターだね、本当にそうだ、野沢さん、あ、なんか、あ、え、回復してるじゃん、回復してるじゃんけ、マジ、あ、よかったよかった、モストボーイ使うんやん、はー、ね、モストボーイって言うたびに上に出るからね何遍出すねんちょっとそれやったらカルピンとかも出してくれよ、カルピンはない、プロタソフも出してくれよ、ないないない、2012年仕様だから、そうなんや、うん、あれわざわざ画像で作ったの、そうだよ、大変、ね、唯一これだけは言うだろうなっていう、スイッチやっとる子笑顔やわ、うん、飲み行く、大丈夫です、飲み行くかい、うん、飲みには行かないみたい、くっ、はい、セクハラや、セクハラや、セクハラと呼ばれる昨今ですよちょっとさ、何、スタッフに何々ちゃんって言ったらセクハラですよ、そりゃそうでしょう、うん、特にドグマさん顔をね、顔がセクハラってどこだよ、顔がセクハラ、顔がセクハラ、カメラさんアップしてあげてください、この顔、確かに、うん、ねえ、顔面生殖器って言われてますね誰がやねん、払んじゃう、さあ行こう、なんじゃやめなさい、よしなさい、はい、お前も今日楽しんじゃじゃないよ、楽しんで、俺が止める役だったね、ごめんごめんごめん、ここで、はい、行こう行こう、はい、ちゃん付けはダメっていうのは勘弁してほしい、いやでもそういうもんみたいよ、その何々ちゃんって呼んでいいっていうのがもうセクハラなんだって、断れないから、あ、なるほど、あ、ビッグ YouTuber ごめんなさいちゃん付けしてごめんなさいビッグ YouTuber、 危ない危ない危ない、なんでこれ出てくんのよ、だから逃げないよ、ちょっとクワマンしとったやろもうこれ、まあ、こう同じとこちゃうのこれ、ほれー、あ、終わった、カメラアップにして、うん、アジャパー倒せるのあれ、あ、倒せるの、頑張ったら倒せる、この何、斧で倒せるの、はい、倒せます、ちょっとじゃあやらしてよ、あ、やるやる、俺もうかっこいいとこガッチマンに憧れがあるから、お、あれショートカットってとこ、こっちどこだっけ、こっちだっけ、ここじゃない、どこ、うわ楽しい、右側、ああそこだ、もっとさ、なんでこのヒゲ親父がやれよ、うん、YouTube で長時間放送さ、あ、このチャンネルでいろんな人が来てやるっていうのやれよ、あれね、ちょっとやりたいなとは思ってるけどなかなかね、全然みんな俺ギャラなしで出るよ、マジで出る出る、あ、じゃあちょっと今度やるわ、それ嫌やな、ギャラなしで出るよって言うといろんな人をブッキングして、うん、空いたところ俺が全部出なあかん、そう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 、もう絶対嫌やわそれ、ダマさんごめんちょっとね、ごめん、2日目の深夜と3日目の深夜みたいなお願いできますかっつってまあでも君には世話になってるから、ね、いや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 、お願いはしないよそんな、じゃあ俺と、うん、じゃあ誰にしようかな、誰だろう、うん、じゃあ張さんもう40代ばっか集めるじゃないよ、ルパン小島、そう、ルパン小島さん、いいね、いいね、やろう、うん、大丈夫、こう言ってん草垣田さん、あーいいですね、あーいいですよ、君のチャンネルでやれ、どこ名前やないかここどこだ、さっきそこだっけ、ちょっと階段の上、あれ、あ、そうだ、さっきさずれちゃった、まあ、ね、そっちから行ってるかな、ジジイになると思う、わかんない、覚えてない、そっちじゃないね、真逆だね、もうどっち、どっち、左左、これあれか、
で反対側に上に登る階になったでしょ。階段って何？階段ってあの段になっている、あそれを一歩一歩上がっていくと上のフロアに行く。エレベーターエレベーターは電気的なんだけど、あそうか、うん、階段っていうのはこれ、ああそうね、あれが草川明、草川明、あれ草川明、俺の知ってる深夜2時の草川明さんこんな感じだいたい衣装も、俺の友達のバーケミーキラーを京橋でやっとる草川明の悪口を言うな。いやいや、リスペクト、リスペクト、リスペクト、いい意味で。確かに夜飲むと目が赤く光るで、目が合った瞬間裸で襲いかかってくるからね、こうやって。何、おひろゆき見てるやって、見てるって書いてある。ひろゆき元気ドグちゃんやで。ひろゆきに一言言いたい、お君最近性格悪いわもっとやっぱりさ、人をケン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 言うとあかんて、あかんて、仲良くしていこう、うん、やっぱそのディスカッションは大事だけど、相手を怒らせないことしていかん、わかった？そしたら君のいいとこもっと出る、うん、そしたら君はもっと人生誉れになるよ、わかった？ドグマさん、はい、ヒロさんが返信あって、何？ドグマさん老けたなって嘘、老けたかな、まあ若干、まあ前よりはいいけど、カメラアップにしてみて、うん、老けたかな、うん、もっともっとこれ 1080p で送ってるから老けたな俺いやだな、ひろゆきまた元気よろしく。ひろゆき、あのロックマンの後にあれやな、終わった後に一緒にさガジェ出て、はいはい、みんなで中華料理屋歩いとって、そしたらひろゆきがね俺の方振り向いて、面白かったって言ったよね。それを言ったらみんなが信じへんねん。あん時のひろゆき最高やったぜ。もう天使のティンカーベルみたいやったもん。可愛かったわあれ。もうだから今度会ったらもうキスしてやろうからな、うん、キスしてやろうからで、いつも嫁としとるように俺がしてやろうからな。どうさん、何返信がない既読スルーですよ。どうも失礼いたしました、はい、失礼いたしました。ひろゆきさんよろしくお願いします、くっさー、およく待ってくれたのそいつ。草川明も降りてきたこれ武器確か耐久力あったよね、はい、あったね。あれあったっけ、難しいな、まあ、大丈夫じゃねえかな。でこの奥に行くと一回こうベランダ出て、またおる、いるんじゃない、確か。いやでも嫌やな、こういうの見てドグマさん置いたな、いや、無視していくか一気に行くか。無視していける？全然いけないじゃんいけねえな、このロックやべえよ、野村シンボロックがよやべえよ、シンボやべやべ、エストビー、エストビー、モストボイ、モストボイ、そう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 、はぁ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 、おーい、あ、いっちゃう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 、大丈夫、あれはけん壺にいいから。あ、なるほどね、あ、ここここここ、オッケーオッケーオッケー、はい、なになに、分かった、下におるってことね、おるやん、おーだからすんごい惜しかったな、久しぶりに俺、うん、番組でわーって言ったわお時間かな、わー負けちゃった、悔しい、でも、まあ、まあ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 昔もこんなもんだったでしょ、まあまあまあそんな感じではーい、ということでございまして、なんて書いてあんの、え、あ、最後来たよ、なんて来たの、読む、読んで、若手感がない、うん、その次、現実と夢の区別がつかない40歳うるせえなやっぱ君はちょっとうるせえな、ちょっと一回鳴らしてみようぜ、もう一回いけんじゃない、よし、好き好きって言ってた気持ち悪いわもうでいいよ、忙しいやろからね、あーでも面白かった、すいません倒せませんでしたけど、いやいや、とんでもないです、いやすごいね、難しくなってない、うん、あんなのいなかったよね、いやあ、いた？いたのかな、わかんないな、マジですげえ難しいな、うん、あれでも、あれね、ちょっとこう PS4 になってよりなんかこうリアリティが増したから世界観がこう、そうなんです、よりね伝わってくるようになって、うん、おどろおどろしい世界がよりね楽しめます ね。でそれがまああのこの美麗なねグラフィックとともにお届けされてますし、もともとあの追加 DLC とかがどんどん出てたんだけど、それも全部内包されて完全終了、そうなんだ、はい、で PS4 だと2018年5月に発売されていて、うん、Nintendo Switch だと10月に発売されていましたよと、いいじゃんこれ、はい、またちょっと投資放送やろうよ、ひろゆき呼んで、ちょっとこれはやりてえな、やっぱり楽しくなっちゃうな、いいやん、うん、ひろゆきドグマヒゲ MC で少ねえな、少ねえな人が、あとやつ来ねえよ絶対
いや来るでしょ最後だけな。え、なんでフランスにおるの？税金逃れやろ結局。わかんないけどなんか やっぱなんじゃないの？やっぱそうでしょ。国内ではこうなんできっと。国内ではだって何回かお縄になっとるけど、何回かもみ消したって。何回かお縄で交通違反をもみ消した。確かにもみ消したっていう噂が。交通違反もみ消したの昔あいつのやつでさ、交通違反ももみ消したな。めちゃくちゃやなあいつは。そうなんや。そう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 、悪いやつですね。悪いやつでございますけど、犯罪者って呼ばない、はいということでございまして、今回プレイステーション4の、はい、ダークソウルリマスタード、はい、プレイいたしました。皆さんもぜひ遊んでみてください、はい、遊んでみてくださいさあということでございまして、まだ後半あと1時間あるでしょ。ね、20分押してますもん。あの、今日だって2時間番組でしょ。1時間よ。え、そうなの？そうだよ。なん、いやいや帰りたくないよ。何が？だって寂しいもん。まあまあ、だ一応だからだって帰ったって俺池袋のチェリーっていうガールズバー行くしかないもん。だいいじゃん、玉転がしも行けよじゃいや玉転がし、いやそんな話はいいの。微妙やねん。微妙言うな。転がし方がそんな名前なのに、そんな名前なのに、そんな名前なのに転がんないのわ、楽しくなってきちゃったな。やめなさい。酒ある？ないわ。ない、ないない。クワマンじゃ酒ないから、はいはい、お茶飲みなさい。お茶飲みましょう、はい、で後半は何やんのよ、はい。